どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、クアラルンプール国際空港に来ております。それで、今日はね、こちら見えますかね、シルバークリスラウンジ、本日こちらのラウンジを紹介していた、紹介させていただこうと思っております。でこちらのラウンジは、スタイラスゴールドのラウンジとなっておりまして、SFC などを持ってたら、ね、入れるラウンジとなっておりますので、今回ねこちら紹介させていただきたいなと思っております。でね、ちょっと私のこの重装備を見ていただければ分かると思うんですけども、このねクアラルンプール国際空港の今制限エリア内にいるんですけども、寒いです本当に寒い。飛行機降りて、そのなんていうんですか、この空港に入る空港のなんですか、搭乗口までは暑いんですけども、この空港に入ったら本当に寒いんですよねですので、これからね、クアラルンプール、SFC 修行なんで来られる方はね、私長袖長ズボンでいるんですけども、それでも寒くて、結局ねウルトラライトダウンまで来ている状態になっております。それではね行ってみたいと思います。こんな感じで撮りました。トマトジュースです。トマトジュースいただきます。クロワッサン、チーズクロワッサン、あったかくはないですね、もしかしたらトースターで温めるのかもしれないですね。トースターあったかな、でも美味しいです。ミックスフルーツのヨーグルト、ちょっとねスプーンが上についてるんですよ。探すって言ったついてました。あります。ラウンジだよね、全然大きくないですね。座席数にして20人ぐらいですか、まあ言ってしまえば狭いですけども、まあここのラウンジは、まあ、広くないこともあるのか結構あったかいですね。これはいいですね。どこのラウンジもね、どこのラウンジっていうと語弊がありますね、結構寒いところが多いんでね。これ何でしょうか、フルーツタルト、甘いですけど、すごい美味しいですよ。ぜひ、ウジョウのラウンジ行きたい方は、SFC 持ってたら入れますんで、来てみてください。
で、ラウンジの窓からです。こんな風にね、綺麗に、綺麗に映るのかしら。結構見晴らしが良くて、飛行機なんかもね、見れちゃいます。それではね、ラウンジの方出ました。今回は、こちら、シルバークリスラウンジですね。紹介させていただきました。ちょっとね短い動画にはなってしまったんですけども、シャワーは残念ながらないんですけども、食事アルコールは完備されてますね。で、特にねバーテンの方に注文するみたいな感じではなく、全てね、冷蔵庫か、勝手に取るみたいな感じになってますんで、まあ、気兼ねなくね利用することができますよね。ちょっとフードメニューは少ないんですけども、まあ、ラウンジ内はね、まあ、小さめですけども、ちょっと私個人的にはねこのくらいの規模のラウンジの方が結構好みかなっていう感じですね。何よりちょっとあったかいっていうま今回はねこんな感じで動画を終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。